海と日本。日本財団が進める海と日本プロジェクト。この番組ではプロジェクトに賛同し、海を未来へ引き継ぐため宮崎の海の魅力を発信しています。海と日本プロジェクト in 宮崎、メッセンジャーの宇田川幸です。小学生の皆さんに海の生き物のイラストを描いてもらった泳げみんなのお魚プロジェクト、お家で過ごしている間に描いてくれたイラストがこんなにたくさん届きました。皆さんありがとうございました。今回は皆さんが描いて送ってくれたイラストをいくつかご紹介します。まずは宮崎市の音さんの作品。大きなクジラと海の仲間たち、みんな楽しそう。小林市の春日さんが描いてくれたのは大きなジンベエザメ、一緒に泳げるといいね。続いて日向市のすみれさんのイラスト。綺麗な貝殻たくさん見つけてね。そして小林市のゆうひさんはおじいちゃんおばあちゃんと一緒に日南の海に行きたいと書いてくれました。兄弟で絵を描いてくれたお友達も、宮崎市愛理さん、ゆいとくん、そして宮崎市さやさん、しゅうじくん、家族で海に行けるといいね。中には大人顔負けのイラストもありました。宮崎市のさらさんはリュウグウノツカイとクラゲたち、宮崎市の風音くんは波しぶきから鯛の鱗まで細かく描いてくれました。かっこいい。他にもいろんな海の生き物やお魚と一緒に泳ぐ様子など100枚を超えるイラストが集まりました。送っていただいたイラストは海と日本プロジェクト in 宮崎の Facebook や Instagram でも公開しています。皆さんありがとうございました。海と日本プロジェクトのスペシャル企画ステイホームウィズザシーでは、この他にも海について学べる海ドリルや歌って踊れる海ダンスなど9つのチャンネルを配信しています。ぜひチェックしてみてくださいね。海で思いっきり遊べる日が来るのを願ってみんなで頑張りましょう。海と日本。最後までご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクト in 宮崎の SNS、 そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。